センター試験はまあ英語は両方とも筆記も実にも満点だった、はい、初めて受けて満点を取ったね。いや、堀田先生のリスニングの対策の本は一冊買って。Hello there! 始まりました。モテスチャンネルです。今回はですね、なんと、東大生であり、トイック満点を持っているですね、夏目さんに おいでいただきました。ありがとうございます。お願いします。いやー、すごいですね。なかなか、東大生で満点。相当なスペックじゃないですか。いやいや、まあ、この間受けて、満点を取ったということで。まあ、今回でも全然満点。いや僕なんかより取ってらっしゃるすごいなと思って、それでそうですね、ご連絡をいただいたそうですね、はい。夏目さんも YouTube やっておりますのでですね、ぜひチャンネルを、ね、チェックしてみてください。コンフューズって書いてありますけど、はい、ぜひですね、見ていただければと思います。よろしくお願いします。で、まあ、そうですね、東大で、そしてトイック満点までってことなんですけど、はい、英語自体はどうでしょう、昔から好きだったんですか。そうですね、まあ、大体幼稚園とかの頃に英会話教室みたいなのをやってて、だけど、まあ、そこまでこうガチガチにやるっていうか、その行ってそこでやるっていう感じだけで、でっていう感じでしたね。まあ、好きだったのは好きだったんですけど、なので中学校とかの時に、まあ、英検の12級とかを取って、で2級取って、高校の時に準1級を取ってっていう感じで、まあ、英検に関してはそういう風に受けてきましたね。大学受験はどんな感じで勉強したんですか。大学受験もまあやっぱり今までの蓄積がある程度あったので、英検の、まあ、だけど結構英文法とかって英検だとそんなにいらないじゃないですか。そうですね、いらないですね。なのでそこはまあもう一回勉強し直してっていうことでかなり強くなったっていう感じですかね、大学受験に関しても。独学ですか。そうですね、独学で塾とか予備校は行かないっていう感じでやってました。あ、そうなんですね。参考書とかどんなの。参考書はまあでも本当に基本的なもので、例えばヴィンテージとか、はいはいはい、あれでそれで分かんないのがあったら、まあなんて言うんでしょう、そのチャート式の英語みたいな、はいはい、そういうものに戻って確認するだとか、まあそういう感じで、ね、なるほど、そんな感じだったんですね。本当に、まあ、珍しいタイプじゃないですか。それでやっぱ東大まで行くんですからね。そうです。あ、まあ他教科はどうできたんですか。他教科もまあ得意っちゃ得意だったんですけど、やっぱり英語が一番得意で、英語が一番得意 で、ね、はい、なので、まあ、他の数学とか国語とかに時間をかけなければいけなかったので、英語得意だったのは有利だったかな。なるほど、まあ、そっか、英語が、まあ、できそうです。11まで持ってればリスニングとか英作文がもう圧倒的に他の受験生より上ですから ね、はい。で、トイック満点は狙おうと思ったんですか。トイックはまあ一応 YouTube 始めて、はいはい、トイックを受けろみたいな感じで、あ、そうなんですね。リスナーさんに言われたので、あ、まあじゃあ受けようかなみたいな感じで受けてっていう感じでした、ね。なるほど、 YouTube はきっかけで。そうですね、まあ、やっぱり YouTube で、まあ、ちょっと英語とかをまあ教えてる身なので、はいはいはい、まあ、トイックは受けといた方がいいかなっていうことで。なるほど、 そのなんかもう証明してみろみたいな。そうですね、力を見せてみろみたいな感じで。まあ一応それで受けてっていう感じです。なるほど。センター試験のトイックとかを、センター試験はまあ英語は両方とも筆記も実にも満点だったんですけど、現役で受けて、なのでまあそれを一応そのなんて言うんでしょう、自分のこうモチベーションというか自分の肩書きにしてたんですけど、まあ、これからトイックでトイック満点に。トイック満点の時はどうやって勉強したんですか。トイックはですね、まあ大体勉強期間でいうと1ヶ月から1ヶ月半ぐらいですかね、正直。それじゃあ初めて受けて、うん、そうですね、はい、初めて受けて満点を取ったんですね。すごい、やっぱり世の中にはすごい人がいっぱいいますね。いろんなところに眠ってますね。はい、そうだったんですね。初めてで、どんな勉強をしたんですか。勉強はやっぱりリスニングの方がどっちかっていうと多かったです、はい。まあ、筆記の方は正直言うとそこまでこう難しい問題が出るっていうふうには思ってなかったんで、まあ、文法とかももともと得意だったので、うん、そこができれば大丈夫かなっていうか、まあ、リスニングはやっぱりトイックは1回じゃないですか、はいはい、流れるのが。そうですね、東大は2回流れるんですね。大学受験とは違うところだったので、まあ、その辺は意識してやっていましたかね。なるほど、そういうことです。具体的にどんな参考書とかこういうのをやったみたいなのがありますか。参考書はですね、あんま
アプリなんですけど、はい、ABCD ってやつ知ってますか？はい、ABCD、はい、ABCD で、まあ、いろんなの入ってるじゃないですか。そうですね、まあ、このそうですね、このチャンネルでも1回だけ紹介しましたけど、 ABCD は天馬さんが出てる回に、話したんですけど、 ABCD で、まあ、いろんな参考書の音声入ってますよね、はい、でそれでなんか参考書を買わずに、そうですね、そうですね著者側からするとガーンみたいなね。でも森田先生 のリスニングの対策の本は1冊買ってやりました、ね、パート1パート2、はい、そうですねのやつですね。オレンジのやつですか？白いやつですね。白いやつが2だから、ね、2と2、はい、そうです。ああ、この辺に使うとかね、だいぶ自分の本なのに学校に置いてないそうですね、ありがとうございます。問題集とかやって、それで実力とか見ました？そうですね、最初公式問題集をやって、その時はまあ、やっぱりリスニングはちょっと取れなくて、900点前半ぐらいな感じだったんで、そこからまあ、1ヶ月ぐらいリスニングを突っ込んで、うん、まあ、シャドーイングなんかもしながら、やっていました。ほいほいほい、なるほど。で、そこで公式問題集やって、リーディングは、あ、これ、なんだ、ちょろいじゃん。トイック、まあ、ちょろいじゃん。そうですね。正直言うと、まあ、そんな感じでしたからね。エビシード、あ、そうか、エビシードいろいろ入ってましたけど、どれやりましたこれです。やっぱりこの最初に、こう、AI がおすすめの問題出してくれるっていうのがあるんですよね。こう、で、自分の実力に基づいてっていうか、なので、そこをもうずっとやるっていう感じで、できなかった問題は復習して、シャドーイングを何回もするっていう風な感じで、やっていました。なるほど、そういった形でやってたんですね。はい、僕のそうですね、教材もいっぱい入ってますので、この ABC 論の中にはですね、ぜひまあ見ていただければいいんじゃないかなと思いますね。ABC 論のですね、皆様も大喜びだと思いますけど、はい、ぜひぜひ利用していただければなと思いますね。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.